こんにちは。納税をしてもう50年。消費税導入して30年。事業をしてなんかしんないけど、稼ぐつもりでやってるのに、稼げば稼ぐほど税金をたくさん納めております。そっか塾の久保です。うん、そう、生涯で一番多い支払いは税金なんですね。その税金も清く正しく使われていればいいんですが、果たしてそうでしょうか。ね。今回のような 詐詐詐欺詐欺欺もうとんでもないもう要するにねこうやって行政職員が詐欺をしやすいようにしやすいように制度が作られてるんじゃないかと思う次第ですよで我々にはね厳しく追及してで身内には甘いというね、まあ、あの先日も東京国税庁に電話しましたけどもどういう処分をするんだっていうふうに聞いてもいやまだ決まってないんでとかねまあ、ヘラヘラって言ったらあれですけどもなんかね笑われてましたけども いや深刻ですよ。そういう人がこれからも引き続き業務に当たることを考えると、いくら我々が納税してもね、それが不正に使われるんだったら、もうどうしようもないじゃないかってことなんですよ。そう思いますよね。で、なんでこんな国になっちゃったのかなっていうのは、まあ、二つ理由があるというふうに今は思ってるんですよ。一つはね、我々が鈍感なんですよ。やっぱり、あの、やっても意味がないと思いながらも、 こういう時はしつこくね。電話攻撃ですよ、やっぱり。やっても意味がない。そう言って笑う人はいるでしょう。でも、やらなくて意味あるんですかってことはね。私が考えた時に、やっぱり、やらなければ意味ないよね。と。やることの方がまだ意味があるよね。この時代、クーデターを起こしたりね。一揆を起こしたりとか、内戦にもつれ込むみたいなこと、これできないじゃないですか。あくまで言論の力で、私たちの怒りをね。 ぶつけていくしかも個人攻撃じゃなくていいんですよ窓口に出た電話対応の方はそれはねあの自分の仕事と思ってある意味押し付けられてやってるわけですからその人が上司に「お前電話対応しろ」そして国民からは電話で怒られるで、なんかダブルでサンドイッチになってパワハラ状態みたいになるんじゃなくてやっぱ一定の配慮をしながら窓口の人には同じ気持ちだと思うんで是非ねこれ一緒に取り組んでいきましょうよと。 私たちも税金をね払って惜しいと思うような払い方したくないと誇りを持って税金払いたいですよいや自分たちの払った税金でこの国は豊かに運営されているとみんな子供たちもご老人も楽しく暮らしているん消費税19%社会保障の財源になって社会保障が充実するんだったらいいよでも今踏んだくった消費税その他税金がとても世の中をね この日本っていうものを充実させてるとは思いません。ちょっと名前を聞けば、詐欺で取りましたみたいな人が出てくる始末。鈴木財務大臣も今、ね、謝罪してますよね。いや、謝って済むんかってことなんですよ。じゃあね、税務調査、国税が入った時に、謝ったら許してくれるんですか ?10 円1円まで絞り取るでしょそして私たち納税者に恥をかかせながら、あたふた様子をうさわらわらしながらね、 本当にね、許されるんだったら、ガッツンコですよ、もうね。GTO したいぐらいですよ、これは。ねもうだからね、この世にね、正義はないのかと思いますよ。本当江戸時代の年貢じゃないんだから。娘をもらっていくぜ、みたいなね。そんな時代じゃないんだからさ。そもそもね、税金を払いにくくしてるのは誰なんだってことですよ。計算も難しい。で 真面目に納税したら違ってますよってからね、わざわざ人の支払った税金チェックして、知ったげにこ来るわけじゃないですか。だったら税金なんて自動課金にすればいいんですよ。もう今できるんだからそういうの。なんでいちいち手書きとかね、入力とかを納税者に手間かけさせてやるんだってことですよ。いや、それこそ、どうせ税務調査をするんだったら最初っからやってくれよと。税金計算をね。もうそうしてくればいいじゃない。システムもできるんだから。全くね、あのー、こういうね、 詐欺ってることばっかりをやるんですよさぞ、うん、税金で暮らしている方は豊かでしょうしかも工夫して稼いでるわけではないですよね私たちは朝星夜星知恵を血に変えて国民同士でそれこそねライバル視し合って戦い抜いて勝ち抜いていくんですよそうしないと金がつかめない負ければ金じゃなくて借金まみれになるそういった熾烈な市場の争いの外に 高みの見物して、おおっと誰が買っても税金が入ってくるぜ、みたいな仕組みでいるのが誰なんだってことですよね。本当は腹立たしいですよね。うん、腹立たしい。古いことばかりほじくり返しやがっても、本当に。許せない。ボーンみたいな感じですけどもね。今私たちはそれを表現する方法が非常に限られている。悔しいですね。だからね、たまにはね、電話をかけて、気持ちを伝えていきましょう。話戻しますけども、 電話をすることによって意味があるんですかって聞かれたら意味がないかもしれない。でも、何もしないことにはもっと意味がない。そう思って、これからもやっていきます。まあ、あの、電話なかなかできない方もいらっしゃると思いますんで、私がこうやってたまに、省庁や、そういった税務署とかね、うん、行政職員の方に、電話をする、国会議員の事務所に電話をする、そういったことをやっているってことだけは、ちょっと頭の隅に入ていただいて、うん、少しでもね、 すぐには無理でも3年後5年後10年後には少しでも世の中が動くようにやっていきたいと思います。それでは、メールありがとうございました。